どうもシャーペンです。今回はやってまいりました SAO コラボ第2弾でございます。いや多いよ、6体だから中心化もあって、でどっち引くかなんですけど、でもキルアじゃなかった、キリ欲しいんですよね。やっぱり一番今のところ強そうなんで、まだわかんないですけどね。まあ、しかも校内のテストないんで微妙ですけど、ちょっとキリとはもっと打ちたい気がするんで、一段ピックアップ引いていこうと思います。ただ僕のこの流れで言うと、アスナ持ってるんですけど、アスナが出るんですよ。銀太もそうだったんですよ。カグラだけ持ってて、カグラが3体になったんで、そのパターンを回避したい所存である。まあ、別に出てもいいんですけどね、アスナは。複数積んでもいいと思うんですけども、やっぱり新キャラというかね、ある。あ、違う。違うわ。あ、これが放電っすよね。いやもうついに星4号には放電ですよ。時代。あ、まだから。まだあるわ。はい。ああ、そうですね。まあ、一旦これで4号は完結。あと止まったら、強いが、ありませんと。これいいっすね。もうコラボキャラ出てるから。これは許せる。一番悪いのは、普通の星4号がいっぱい出る感じなんで。今のは許せますね。てか、この近かったんだ。70、65。そのこの方何？ダメをワープのブレイカー。まあもう4号も強いから、90できたらいいですからね。こうしたことはないですけど、やっぱ放電の方はちょっと作っておきたい感もあるが、そんないっぱい引けないんですよね。だからもう、頼むよ。ちょっともう、僕の財布を潰さないで。ああ、違う。コラボ始まってガーリレオだって。ああ、ほら待って。絶対こうなると思った。絶対こうなるんですよ、僕。持ってる方がまた出てくる。出ないよりいいんですけどね。しかもここまで全然普通のガチャだし。ガリレもなんか3体目くらいだし。この流れ繰り返すなぁ。星玉入る。どう引こう。星玉を単発で引くか。絶対こうなると思った。いや、一番いいのは、今の20連で、キリと引いてから、ちょっと2段引こうかなって思ったんですけど。絶対そうなるな。すでに持ってるやつが。はい。あ、びっくりした。もうびっくりする、マジ。この、毎回コラボの4号は、見慣れてないし。いけ！で、結構なんか単発出るんですよね。あ、てかそういえばコラボ限定演出。最近毎回あるんで、今回もあるはず。コンボ。見たことないんだよな。あ、フェアリーテール見たか。あの、火が飛んでくやつ。SO 何なんだろう。ここがなんか、電脳世界になるんですかね。引っ張って止まったと思ったら。割と凝ってるんで、見たいんですけど。ん、関係ねえじゃないか。せめてコラボキャラ出てほしいんですよね。ここでワンチャンあるから。まばたかない。あ、ワンチャンないかもしれない。星玉で嫌ってくれ。一番気持ちいいやつ。アスナな気がする。違う、もう。アスナですらなかった。性別は合ってる。ベルフェ最近使ってないな、そういえば。暴れてたのに。懐かしいですね、もう。というわけで、もうラス10でいきますか。今のところ、すでに持っていたアスナ2体目引いただけ。運命の分かれ道。これちょっともう一回。もう一枚あり得るな。全部は使わないですけど。入れだけするか。なんかコラボうまくいかんな。コラボの動画うまくいかないんですよね。裏で引くと出る。あ、あり得る。来い。おっしゃ、はい。よし。よくやった。よく持ってきたよ。ここで欲を入れて、ああ、まあ。まあいいっしょ。いや、これも、もう強いもんだって。逆に怖いですけどね。ゴンさんとか、あ、まあ強いんですけどね、ゴンさんとかも。前評判が高すぎると、どうこうって話あるんで。まあでも、最低限強いと思うけどな。じゃああと3連分ここ引きますか。こっちは欲しいんですけどね。なんなら今回全員怪しいというか、強みはあるんで。もっと欲に越したことないかなっていう。
アリスがちょっと愛すぎるんですよね。今のところの仕事が、なあ。これもコラボ確定で良くない？ここ4号とかも。さすがにでもあれが緊張感とかないか。やっぱ外れがあるからこそ当たりが嬉しいですから。そういうガチャのね、本質なんですけど多分。やっぱりコラボガチャなんで、ああま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 あ。コラボキャラ出てほしいんですよね。15! 甘くねえな、やっぱ。まあ、それこっち引いてないからなんですけどね。二段ピックアップの方さあ、さっそうと、消えましたけども。違うじゃん。さっき出たじゃん、一段で。終わってるっぽいな、これ多分、90。あ、100いってますね。ちょっともう、ちょっとだけいいですか。あ、これまた、あれですね。入れただけですけども、全部使わないです。なんだか10連であととどめる。これなんか対象出たら終わりにしますわ。撤退。これだ200個ぐらいしたもう。使いすぎだわ。えい！え、出んなぁ。ちょ、コラボ演出ね、見せたいんですけど。まあ、他の方出すか。おっ！お、あ、ちゃちゃ、違う、友人かと思った。友人じゃねえや、友人よ。これなんだっけ、壁ドンの一つ、あ、あるあ、じゃあ、じゃあ、ちょっと遅くない来るの。今引く大谷。これは、よしすぐさんですよね。なんだっけ、クーヤの。今出るかね。だったら真田が良かったですけど、まあ。悪くはない。名前なんだっけ、総比か。あ、これはイザナミハテナの時の壁ドンの一つね、これ。結局できなかったですけど、壁ドンでワンパンは。ワンパン向いてなかった。なんかなんでこんなちょっとしこりが残る結果で、やるんですかね。2回止まって違うっていう。あと2回。あとこの、総比と大谷義継分引いて終わりますわ。ちょっと夏ガチャもね、本当に前話しましたけど、何も触れられてないんで、ちょい警戒してますね。でも来週ニュースないしな。でもニュースがないからこそまたツイッターとかで突然発表ってのは、あったりなかったり、復刻だけ。ノーアラ欲しいし。さい！な、めっちゃ出るな。シリリズさん。はい。おしまい。まあ、という感じでちょこちょこ引いていきましたけども、あ、重心化。あざす。まあ、二段は引けずと。二段は引けなかったけども、一応、アスナが一体増えてキリトっていう狙いが引けたんで、とりあえず、9大点。ありがとうございました。というわけでよかったコメントが皆さんのガチャ結果とか、このキャラ欲しかったとか、いろいろお待ちしております。どんどん自慢してください。あと、ぜひチャンネル登録していただけるとこんな感じで、毎日モスト動画投稿してるんでよかったら登録していただけると、これから頑張っていくね、どうか。よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよう。